おはようございます。ハロー YouTube、 いつも見てます。嘘だいやいやいや、あの YouTube チャンネル俺かなり勉強してるんですけど、ただのラジオですかね。でも結構コアな情報出てきちゃうんで、はい、ジニアスプロジェクトの動画を見つつ、はい、あ、目の前にありますよ。いやいややっと売ります。三原プロオリジナルの、はい、これはもう糸巻き量がパワーアップしちゃったっていう、はい、ね、多分ね、ジボさんいいんじゃないかな。ノブ持ってみてください。これちゃんと勉強してきました。トライアングルシェイプで、はい、デルタノブ、こう握り込む。そうですね、握っていただければガブってガブッとこれが標準装備でついてきちゃう。そうです三原デザインでございます。すごい。でカラーリングもこれで決定っていうことで。そうですね、もう真っ赤っかのキャンディーレッドですね。サムライ。はい。で、三原くんのサインが実はこっちの後ろの方に入ってまして、ちょっと見にくいんですが、光ってるから。このさりげない感じが。はい。で、ギア比がなんと裏切りの 8.1 と 5.6 っていう。でも逆に意味がね、すごい出ると思うんで、はい、いいかなと。真ん中を抜いてきたっていうのはハイギアなのはどういう展開で使うっていうのか。ハイギアなのはやっぱりその、まあ、三原プロ独自の釣り方のギルロイドジュニアだとか、はい、まあ、バラムだとかの、はい、その高速巻き、はい、または、ゼロポジション止めてるところからのフッキングっていうのでやっぱハイギアで、 5.6 は、まあ、やっぱり糸巻き量とこのハンドルを見るとですね、はい、やっぱり巻き物をしたくなるわけじゃないですか、はい、まあ、ディープクランク、マグナムクランク、はい、ヘビースピナーベイトなどの巻物用にということで、はい、いつぐらいからデリバリーが、3月末発売です。もうこれは確定です。もうできてるんで、検品をしないといけない感じですね。はい、はい、動画で見ました。青木さんがもう一人で夜な夜な全検品。そうですね、まあ、オーロラ KTF もですね、400台あるのですが、はい、400台全部僕の指紋ついてます。あれ年末に出たらもう全部売り切れちゃった感じで、はい、おかげさまで。そこですね、ジーニアスには何もありません。はい、で今日はあの富士工業ブースに遊びに来たんで、はい、まあ、あのせっかくなんでプロトロットを作ろうかと、 L プラス、はい、ワイズマンという名前にしてるんですが、はい、試作しております。今僕デザインしたちは FBCS、はい、の、13の内径11をつけてます。で、まあ、今ガイドを巻いてるんですが、水耕さんもちょっと、ね、ガイドラッピングするということで、はい、邪道中の邪道の、はい、裏技、ここって巻くとよくずれません、はい、スレッド。なのでこれダイソンで売ってるハケ付きの瞬着、ハケ付きが使いやすい、はい、もう絶対マストです。マストでハケ付き、はい、横にちょんちょん、ちょっとでいいです。あ、はい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 。で、これ多分ね、悩んでる人はめっちゃ喜ぶと思うんですよ。これスピニングのね、1個目のでっかいガイドでもいいんですよ。はい。で、僕は軽くしたいので1周しか巻きたくないんで、はい、余計に止めちゃいます。この今の接着剤にもちょっとつきつつ止めちゃいます。はい、止めちゃいました。あ、飛んだ、止まった。はい。で、あとやっぱりその、まあ、皆さんいろんな竿を使われてるのですが、こう縦に筋入りません、はい、あれは何が原因かと言いますと、はい、まあ、絶対とは言いませんが、ジーニアスのノット実は入りにくいです。なぜかというとこの巻きのテンションが強いんですよ。で、あれは糸が緩いから、はい、糸がグズグズするとエポキシがクラック入るんですよ。わかりますかね。それで入っちゃう。だからこれをしっかり引っ張って、しっかり引っ張ると止まってるとすっげえ引っ張りやすいので、それがもうプロの技ですけど、もうプロなんですけど超邪道だと思いますよ。はい、ここの圧力のかけ方っていう、いや、今のスレッドくるくるくるんとこ、はい、動画で見るとすごい軽やかにそうですね、ウィーっていってるように見えちゃうんですけど、実は結構ギュッギュッといってるってことですね。なんでしょう、スレッドって引っ張ると一回ギュッて伸びるんですよ。はい、そこまでやってます。で、あとこれね、嘘だって思うかもしれないですけど、強く巻くと感度上がります。実は
なぜ分かったかと言いますと、富士工業が、なんだっけ、カーボンの筒のガイド、はい、磯の竿に作れるような通すやつが出た時に、うわ、すげえの出た、ジグザグしやすそうと思って、はい、まあ、いただいたんですよ、はい、しっかりサンプルを、はい、で、ロッド作ったんですね、はい、じゃあ、やっぱりこうやって糸で巻くガイドの竿より通すやつって、カード落ちたんですよ。落ちた、なんでだろうと思って考えて、やっぱり結局ね、一瞬な、まあ、何百グラムっていう力なんですが、まあ、20出荷ぐらい巻くわけじゃないですか、はい、そうするとやっぱり大きな力になってくるわけですよ。やっぱりドーンってやって瞬着もしっかり巻きつけてる方がやっぱり強いんだなと、でやっぱり伝達もいいんだなっていうことに結論づきまして、はい、で、まあそれこそだってめっちゃ簡単だよ、キュッキュッキュッってずらすだけなの。でもやっぱりダメなんだなと思って、感度の面ではね。だからそのいろんな利点はあると思うんですよ。だから、まあ、ただ感度の面では NG っていうふうに僕の結論が出てます。ちょうど昨日、近所の一番でかい上州屋さんとか、あのフラフラしてたら、もうあのジーニアスのロッドが全部陳列されてて、あれ迫力ありますね。まあ、うちも全部ずらっと並んでまして、はい、よくよく見るともう今の時代にコルザイトが乗ってる竿っていろいろ並んでましたけど、はい、なんかもうグラビアスロッドが俺が見た範囲ではだけぐらいになってきちゃって、すげえよなぁと思って。いや、今井さんのやつ、あとそうですね、今あのエバーグリーンブース覗いてきて、はい、いよいよあの青木さんデザインのグリップが搭載されたのが、はい、あの2本新製品あるんですが、はい、うちとエバーグリーンのコラボのやつ、はい、先週の木曜日にの夜に6本来まして、やっとそこから必死で作って、はい、飾ってあります。あれ、僕のハンドビル、はい、ハンドメイドです、はい、ね。新しいルアーマガにも生地というか、青木さんの、あ、そうなんですか、ごめんなさい、僕まだ見ずに、あれ、違うかな、今月か先月のに、あ、そうですね、あの年末に、はい、あの襲撃戦、うん、いや、読みました、読みました。いよいよ去年、富士工業でこれが最新だよっていう出た、そういうのがやっとところどころ搭載され出したっていう、はい、そういうタイミングなんですね。特にこの FBCS ですね、はい、まあ、これ6000円しちゃうんですけども、はい、まあ、僕が作ったからには僕が1番乗っけなきゃ意味ないだろうということで、すぐに発注をかけまして、はい、はい、なんとか1番になっております。今年度の何か新しいそういう部材的なトピックは、まあ、まあまだ採用かどうかわからないんですけど、去年のうちに、僕のアイデアトップガイドと、はい、あ、トップガイド、はい、はい、リールシート、こっちのあの TCH って既読系のリールシートのスピニングの僕のデザイン、はいはいはい、の2点は出してあります、はい、あの青木さんのあのスピニングのもっこりこり、もっこりやりますよ。あれどういうことなのかなって今ちょっと持ってきちゃってもいいですか。あれね、いいんですかまず持ってみてください。いや、これそう、あっあって言っちゃうでしょ。何の違和感もないですよ、実は。はい、で、実は普通に、ちょっといいですか。あ、今すごい力、これ もっこりなかったら結構ね、みんなね、ハンドル重いからこうなってるんですよ。はいはい、実は、はいはい、でも、もっこりあるから、そのベイトはね、トリガーがついてるので上下頭がずっと入ってるんですが、スピニングって意外と上下分からずにシェイクしてるんですよね、はい、で、これだったら横シェイク、縦シェイクが分かって、やり取りも、あ、こっち向いてんだなっていうのでやりやすいですよね。もう一回持ってもらっていいですか。ね、しっかり見てくださいね。もっとしっかり、すんごい、すごい力入りますよね。すんごい力入る、はい、これギューッとここに、この腕の手のひらの可動部分が入っちゃう、ちょうどギューって握り込めるから。これ昨日あの釣り具屋さんでここになんかあのいろいろついてて握れなかったんで、やっと握れると思って見つけたと思ったら、こういうことなんだ。これ握った瞬間にあーってなりますね。そうそう、みんなあーって言ってくるんですよ。なんかめっちゃ最初気持ち悪いイメージなんですが、握るとあ、違和感ないじゃんっていう。まあ、絶対そういうことなんだろうなと思いつつも、青木さんまたなんか、いや、この形は攻めすぎて、これのカーボンのやつやってるんですよ。はい、だからそれが出たらそっちに
移行するとは思うんですが、うん、今はこれで、はい、バッチリで、僕だから質問するぞお客様に、だからまあ、じゃあ釣り子さんにお聞きします。どんな魚釣りたいですか。大きい魚でしょ、はい、ほんなら大きいのに備えたグリップにしましょうよって話なんですよ。例えば、はい、これ今から実験するじゃないですか、はい、釣り子さんこうやって握ってもらっていいですか、はい、前のこうやって前の方、はい、しっかりです、で、しっかり握る。あ、ブレますね。そうなんですよ、で、ブレ今普通の位置に。いや、これほんと力込めやすい。あともう一個あって、はい、もう一個あってスピニングロッドってほぼここでしか持ってないですよ。あで、アクションさせる。細いと、そのアクションは細いがやりやすいんですけども、ただこう、ま、アクション持てばいいんですよ。でもやり取りの時はここが太くないと負けちゃうんですよ、本当に。それをすごく考えてやってるんですけども、はい、あとさらに行くとここの隙間っていうのがあって、はい、埋めたんですよ、ただそれだけ。これまだそうですね、あの、まあ全部じゃないですけど、釣り具屋さんにこれ今並び出してるから、はい、本当一回握ってもらいたいですね。はい、でもね、あんまり入れてくれてないから大丈夫です。でも正直言います、めっちゃ売れてます。もう自分で売るしかないんで自分のところで売ってるんですが、まあ、あの、多分このご時世あんまり高い差は売れてないと思うんですが、うちはずっと売れてます、はい、そんなこと言っていいのかな。いやでも今本当あの一時こう世の中の全ての高いロッドがトルザイトになり、はい、ただまあいろいろな関係でトルザイトがちょっと見なくなってて、はい、でも一回味わっちゃうと絶対やっぱ俺は、まあ、SIGS も好きで使ってますけど、はい、トルザイト来たんだよな。そうですね、僕好きですよね、この T2 カラーっていう、はい、チタンの T2 っていうカラーなんですが、はい、まあ、もうこれがうちの目印にしてあるんで、うん、これはチタンしかない。でも、うん、今回ザグレウスっていうちょっと安いの、はい、巻物のハウスこれ愛知系用なんですが、はい、これ、ね、ステンチタンチタンチタンで SIC なんです。釣り具屋さんに並んでるのってこっちですか。いやこれねまだ出てないです。プロと並んでるのはあれグラビアスシリーズ、はいはい、あー1個安いやつでも4万円台なんで、はい、これあの IG 系をやるやつです。でジグザグもしっかり体験できちゃうよっていう、はい、エバーグリーンはなかなかやっぱりハイエンド機種なんで、だからジグザグを体感する、うん、一番あとこういうなんかまあ なんて呼べばいいんですか。これね僕一応名前つけたのは、まあ、コーミラーカウルシェイプって言ってるんですけど、ちょっと知らなかった。いやでいいですよこれ、あのここにね、F1 カーだったここにあヘルメットがあるんですよ。はい、わかります、こうありますよね、はい、こういうの似てるなと思って。まあでもバカなんですかね、大体本当はここまでしかグリップ作んなよって言ってライン入ってるのに、はい、ここまでやっちゃったっていう。なんで思いついたの。いやあの、まあ、他社さんのいいところ言っていいですか、はい、メガバスさんがやってたんですよ、もっこりしてたんですよ。でもまあ、じゃあちょっとそこからオマージュさせていただいたら、はい、皆さん、はい、結構かっこよくしたいから、うん、ここでシュッてなった、はい、ほんならなんかあんまり意味が僕の中でなくて、僕の中でもうちょっと前まであったらいいのになから始めてこのシェイプになりました。へえ、ここを上げるっていうのはやっぱり大切なのかなと。ありがとうございます。すいません、いや1時までにやっぱこれだけやっとかないといけないなと。これ去年青木さんに展示会の時に、いや瞬間接着剤使えばいいんだよ、そうそう教えてもらっていい、どういうことどこにどういうことかなと思って、こういうことだったんだ。そうそう、あの結局ね引っ張れないんじゃないですか、その、はい、滑っちゃうから、はい、引っ張れない方がダメ。あそんぐらい圧力最初にちゃんとかかってないと、かけないとそのスレッドの割れが出たりね、はい、ズレが出たりね。限定でここで最後もう一回引っ張ったりやると相当強くつきます。今ものすごいスピードで竿が仕上がっていっております。これは撫でれば綺麗になるので、撫でる工具とかも気になっちゃいますよね。もう 何で撫でてるの、まあ、手作りなんですよね。あベアリングつけて、あら
青木さんのコーティングを見たいですけどね、今回コーティング出してることで。コーティングね、なんかエポキシでやっちゃうと一日終わってしまうんで、うん、そのシロップとかローションでできねえかって話をしてまして、大阪はもしかしてやるんじゃないか、もう提案したんですよ。やっぱコーティングしなきゃダメなんじゃないのって話をして、はい。レゲはまあちょっとしたポータブルバッテリー持ち込んじゃえば、いや 100V はあるんですよ。ああ、なんかもう動画で夜バチンと電源が切れちゃうんじゃないかっていう。そうそう、切れちゃう、切れちゃうから、うん、まあダメになっちゃうんですけど、うん、まあどうせでもだって固まりましたなんで、うん、次の日みんな見に来ないから、はい、あの今分かりました、伸びたんですよ。伸びた、はい、あのスレッドがね、やらあの伸びるんですよ、伸ばしちゃう。このジーニアスカラーの青木さん、いつもこのスレッドでジーニアスロット作るじゃないですか、はい、このスレッドの選定っていうのは何かこだわりとかっていうか、秘密はあるんですか？ありますよ、あのね、これ聞いちゃっていいよ、どことは言えないんですけどめちゃめちゃ弱いのがあるんですよ、はい、簡単にちぎれるやつ、あれはダメです。もうダメです。で、まあ、詳細はまああれですけど、はい、青木さんの中でもこれっていうスレッドで言っちゃいけないのかなと思って、いや言わないでほしい。いやいや、そのメーカーに言ってあげたらめっちゃ喜ばれました。よかった、言ってあげてと思って。やっぱ僕は気になりすぎて、なんか親切心で言ってもね、やっぱりけなすから、うん、まあ、もう自分の立場をわきまえてるつもりで、はい、まあ僕まあ公的には言わないですよ、こうやって結構言っちゃうと、多分そのビルド商社さんに関してはちょっと力を持ってしまってしまってるんじゃないかと思って、良くないよって言ったら良くないな、こそっと言ってあげます。ここで適正な強圧力をかけてくるくるくるっと言って、ここのその抜き糸を入れるときは残り何巻きで入れてますか？3回は最低巻きたいです。3回は最低、はい、4回ぐらい、3、4回来た来た来た、早いスピードが上がってまいりました、はい、あ、ちぎれた、やべえ、いけた、いけました、これでダブルウッドの部門が終わりました、はい。みんなこのちっちゃいのはね、嫌だと思うんですよね。来た、まずちっちゃいなら大きいのを巻くんで、俺の距離から映ってると、これもうゴマみたいに映ってますけど、ゴマです。あ、シングルフットを今かかって、ね、シングルウッドは、はい、さっきの質問あったみたいに、釣り子さんのこんにちは。で、まだ僕 4.5 っていうサイズは D で巻きます、はい、このガイドの始まりのところをちょっと削るとかっていうようなことはされてるんですか？はい、僕は一切しないんですよ、このまんまで、はい、これちょっと削るのもあるんですけども、あの富士工業の製品の面取り技術はすごいんですよ。で、僕しっかり引っ張るでしょ、はい、変に削るとですね、糸切れちゃう、逆に変なバリを自分で作っちゃう。そうなんですよ、だから僕はやらない、でもやる人はいっぱいいます。まあ、それは人それぞれなんですが、はい、でさらにまあ富士工業にも提案していくとですね、はい、ちょっとフットの形状をね変えてくれてるんですよ、次から。だからいいのはできるんじゃないかなと思います。無言の動画ってどうなんですか？いいと思いますダメですよ、喋んないと何か適当に喋り出すと、あらぬ逆に使えない話題が出てきちゃうかもしれないんで、奥さんの場合、あの、そうです
ね、僕だから裏話が出ちゃうかもしれないんで、もう今回のねフィッシュショーでやっぱり僕も取材しなきゃいけないというか、まあ、僕の SNS ですけどね、はい、まあ、小森プロがね、はい、あの FBCS、はい、の既得のグリップ使ってくれたんで、竿にね、はい、彼のモデルにちゃんと僕も紹介しとかないと思って、僕も後で行こう。6号の MLF かな、何かあのプロトアのガイド行った時に使わせてもらったんですけど、それに、はい、その時はあのまだ青木さんグリップなかった頃なんで、はい、もうこれで全部完成だよっておっしゃってたんですけど、去年あの小森プロ F あのフラットバックキャスティングシートを触った瞬間に、はい、あこれするっていう瞬間を俺見ましたよ。ここでね、はい、ここで言ってましたよね、はい、ちょっと行ってくるわって言って、うん、なんかこのレッグリップに変えるって言って、はい、どっか行っちゃったからね本当に変えたんだと思って、はい、これにするわって言って、じゃあ現行でまあグラビアスロットシリーズはともかくとして、はい、今江さんのロットと小森さんのロットに採用ということで、そうですね、日本のトッププロがみんなこぞって選び出しちゃってるっていうことで、優しいいやいやいや、一回触ったらやっぱあのぬめぬめ感というか、いやみんな優しいですよ本当に、ちゃんとやっぱりね、やっぱりほんまにトッププロであれ食ってる方なんで、やっぱりちょっとぐらい話を聞いてやろうかという気持ちがあるのがありがたい。すごいっすよ。そうですよ、ここからでやめます、太い方やめます、はい、邪道なんですけど、瞬着使っちゃうんですよ。仮止めしてるの何なの？はい、仮止めする、仮止めしてるその白いのは何なの？これ瞬間接着剤、こっち白いのマスキングテープ、あ、マスキングテープです。あ、そうか、あの仮止めです。あ、そう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 、それが知りだわ、はい、で、これをカッターで、うん、そう切ってるんですよ。仮止めして、そうですそうです、で、瞬間接着剤とりあえず塗ってから糸止めちゃうんですよ、うん、で、この糸の巻きの強さが竿の性能に直接関わってくるんですよ。で、強く巻きたいからで、最近のブランクの塗装って良くてツルツルなんですよね。だから結構厳しくて、でもだから止めちゃった方がいいよっていう、うん、で、でもこれは接着つかないと多分邪道も邪道なんですが、こっちの方がいいものができます。で、伸ばせる分伸ばしちゃうんですよ、糸、はい、で、しっかり持って抜き糸ですね、抜き糸入れて、あ、引き抜くやつね、今ね、そうです、抜き糸、はい、うん、最後締めるやつ、はい、抜くやつです、はい、うん、で、しっかりあの足の根元までしっかり巻いて、はい、にしてこう入れて、でもう一回引っ張るんですよ。で行きます。そうするときっちり、はい、マスキングテープでやってます僕は。こんな感じでしっかりつきます。もう僕はもう本当にこうやって普通に、まあ、これ僕ジグザグって言ってジグザグに置くんですけど、こう上からこうくるっと、意外にやってるとさ、2、3年ずっと抜けちゃうしね。はい、そう、やっぱりスレッドは強く巻くのが正義ですよ。はい、今、ガイドも高いからな。そうなんですよね、チタンとかね、いい素材使ってるんで、どうしても高価ですよね。ね、はい、そうですね、あのみんなこっち回す人いるんですけど、竿回した方が絶対効率はいいですね。はい、瞬間接着剤はこれ選んじゃダメみたいなのとかってあったりします？逆に多分日本製がいいと思うんですよ。これ100均のダイソーさんのなんですけど、はい、日本製なんで、でブラシ付きで、はい、で、まあ、僕グリップの中とかもマスキング付き使うんですけど、必ずアルテコで止めることですね。はいはい、で樹脂化させるっていうのは大事ですね。しっかり固めてから作業にちゃんと入る、はい、あのアルテコ塗らないとマスキングテープの強さで止まっちゃうっていうリールシールはね、ダメなので。これ仕上げは何に
エポキシーって言って A 液 B 液混ぜるやつなんですけど、はい、あれが一番いいですね。やっぱり今あの富士工業からあのワンタッチでプシュってやるだけでちょっとだけ使える、あ、その袋がどこだろう、富士エポーって、はい、ここもうそうですそうです、出たんですよ、僕も監修したんですけど、漆のチームがかけしてあれでやってんだけど、漆ね、まあ、まあ悪くはないですけど、やっぱりエポキシの方がだいぶ強いし水に強いですね。はい、漆もいい素材なんですけどね。このブースのなんかちょっと小物コーナーみたいなとこ見ると、そのどういうのであの巻いた糸止めりゃいいんだよって聞いたら、多分すごいいいやつ紹介してくれると思うんですけど、ね、いや、八木さん、ジエポをちょっとあのご紹介していただけませんか。で、話しながら、はい、ジグザグが組まれてる、そうです、ジグザグにしました。例えばね、作業でもまあまだあの、はい、そう、最後、調整するんですよ。はい、1時間ぐらいで終わらせるときには、はい、そのところであの混ぜてたら何考えるんですか。でもジグザグ発案されてからもう何年ぐらい経ってるんですかね。結構やってますね。ますよね。まあまさかの曲げるっておかしいな話だな。どこかのキープキャストの会場で青木さんに教えてもらったんですよ。そうなんですよ。これやばいんですよ。あの時そう一緒にね、つららの小賀健さんも、はい、なんかうちも感度上げるのを見つけたんですよ。あのストローガイドセッティング、はい、で、かぶんなきゃいいですねみたいな話をしたんですね。もう全然違いますね。お互い言えないんで肝は言えないけど、そうそうそう、いやこれすごいの考えたんだって、お互いこう、すごいな。トップガイドの方もスタート一巻きで決めて、トップガイドね、もうちょっと巻かないとその、はい、なんだろう、止まんないというか、なので短めには巻くんですけど、はい、でもなんかね、サウンドだったらないのあるんですけど、はい、ないとね、やっぱり外れやすいですね。あの回す方向の力がやばいですね。その止める方向じゃなくて、ガイドが回っちゃう方向の力もちょっとやっぱり若干なんですが、スレッドで押さえてますね、はいはい、タイプが回っちゃう、いわゆる先ほどのここから細い糸に変えていきますっていうエリアぐらいから若干そこは変わってくるって感じ、はい、そうですね、もうめちゃめちゃ細くなってるんですよ、糸が。画像では分かりにくいですよね。いや、まあ映ってないと思います、はい、この距離だともう糸細すぎて。そうなんですよね。今ジグザグガイドが的確にクリクリと施工されていっております。こんなの、こんなそばで見て聞きながら見ててもらえるって機会ないんで、やっぱ釣りフェスティバルとか展示会、はい、な動画では出してくれてますけど、なかなか、そうですね、もうどうなんですかとか、なかなか聞けないじゃないですか。まあ聞いてもらったら答えますね。アクサがトップバッター、そうなんですよ。あ、もうすぐ1時じゃん、終わらそう。あ、ラストスパートかかります。はい、あと15分で1時なんで僕のパートが終わります。あ、でも釣り子さん来てくれて時間が早く経ちました、嬉しいです。いや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 自分このなんか謎のパスを買っちゃったんで、とりあえず休み取ったんで、フラ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 3日間は、あ、いつも熱心です。ハサミが落ちそうな、あ、ありがとうございます。このハサミね、ジャストエースさんなんですけど、めちゃめちゃいいです、はい、それすごいプロプロの道具って感じの、はい、1800円ぐらいしたと思うんですけど、価値はすごいあります。刃物系は本当にいいの使った方がいいですよね、絶対、はい、なんか変なほつれとか汚く仕上がっちゃったりするから。そうです、あのテンションかけずに糸切れるハサミが必要なんです。つるんと、スパンと、はい、出ない、目が悪いでしょ最近も、老眼が。いや、こればっかりは悲しい、ね、僕ずっと 2.0 だったんで、はい、
こんなことになるなんてって思ってます。別に遠くは見られてますよね。遠く見えます。近く周りだけなんかそう悲しい。うん、青プロトップ50への挑戦。いやなんとか猫パンチだけでも残してね、傷跡を残していきたいですね。表彰台で見たい。なんとかしよう、頑張ります。そうすると今年はグラビアスリールとかユーザーはトップ50何名ぐらい参戦される感じなの？まあ今江プロ、はい、シダツミラプロ、はい、僕だけですね。あうちの正式サイト、うん、で、まあ、使ってくれる人ちょこちょこいるんで、はい、まあ言ってね、そのなんだろう、その50分の3でも多分ね、その大メーカーさんと比べたら多いですね、多い比率だと思うんで十分です、うちは。うん、だってバサクラでも2人いるんですよ。そうですね。いやそう、幸せですよ、皆さんいろいろやっていただいて。そう、その抜き糸ど残りどれぐらい残して切ろうみたいなところからもう分かんないですから。適当っすよ、適当、これは適当っすよ。でもとりあえず青木さんの長さを全部覚えとけば、あこういう感じでかとかこう、ちっちゃいのにこう、ちっちゃく、はい、もうあと2個なので終わらそう。これで終わりだ。メタリックスレッドとそうじゃないスレッドの差みたいなのって感じありますか？ありますというか、まあ、メタリックスレッドの難点は、まあ、伸びない部分があるので、うん、その巻いたらすぐコーティングした方がいいですね、本当は。はい、はい、ぐらいじゃないですかね。あとは別に僕は昔はね、ダメだって言ってたんですけど、僕はそんなことはないと思いますね。僕のコーティング方法を、まあ、しっかりその熱を入れてやっぱりしゃぶってあげるんですけど、はい、液体までしてあげるとしっかり浸透するんで大丈夫なんですけど、やっぱりその染み込みは悪いと思います。熱を入れてちゃんとエポキシを柔らかくしてあげて浸透させる、そのイメージでコーティングすれば、まあ、そうですね、まあまあというか。ました、はい、金曜日の僕のデモはこれで終わりです。すごいですね、もうあっという間にジグザグガイド完成ということで。そうそう、いっぱい喋っててね、最後巻きでやりましたね。We'll be right back.